1.1 キロだって。目的地周辺です。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は3時間4分です。運転お疲れ様でした。タイヤの空気圧をこまめにチェックしましょう。はい、あ、着いた着いた。3時間ちょっと遠かったな。よし、これでサイトはこんな感じで、ドッグサイトなので全部囲いがあります。だから来るんだけどね。ほら、よし、ということでドッグフリーです。プライベートドッグラン。それで、ここにテントを張りたいと思います。そうだね、よかった。これだけ広いから、まあ、広さはさすがに開けのに比べたら半分ぐらいやと思うけど、まあまあ全然大丈夫。この状態でテントが張れるっていうのが一番嬉しいね。と、何倍だったかな、電源サイト込み込みで、電何倍や、1万500円やったかな、2泊3日で。まあ、安いんだか高いんだかは高規格っちゃ高規格ですよね。はい、それではテント設営していきたいと思います。今日はめちゃめちゃ簡単に、フィールドアのワンタッチヘキサテントを張ります。5人用やけど多分3人ぐらいしか入らへんと思うけど、まあ、ツールームにする必要がなかったからこれでいきます。15秒もかからんでな。もう終わった。なんじゃこれ。早っ。これは便利やな。でもな、耐水とか考えなければね。いや、いいんじゃん、これで東屋の中に作れば。明日雨や言うてるけど。こっちがメインの、ドッペルギャンガーの、でっかいタープを貼りたいと思います。これが貼りたくて持ってきたんやけどね。今日はテントが狭いのでヘリノックスのライトポット持ってきました。
通話なの。みんなあっち行って遊んでるみたいな。フリーでしょ、あんたたちは。大きい方持ってきました。今度で音がちっちゃくコンポートして、コンポートシステムカット、もうこれで見えます。今日は冷凍冷蔵庫を持ってきました。ポータブルの代替評価がめちゃくちゃ悪くて、これぐらいは これがなかなかいい評価だったので、これ今日初めてですけど使いたいと思います。氷も作れるみたい、マイナス20度までやから、で DC もいけるから AC、DC 両方なのね。これが AC 電源、これが車載用 DC 電源で、すごいエコバッテリーやから、コンプレッサーついてるけども、省エネ運転してくれるはずなんですけどね。今日初めて使うからちょっとわからんけど、とりあえず食材をこっち側に移したいと思います。はい、それでは電源オン。今27度で設定で、これがこれもう一回押すと、これがエコ、これがマックスのエコじゃない方ね、27度で、これが設定温度、今マイナス15度にしました。27度、さあどれだけ冷えていくか。すげえ、15分ほどでマイナス7度まで来ました。これは助かるな。これ使えるな、やっぱり。マイナス8度。ちょっと開けるけど。食材いっぱい。食材いっぱい。これが使えるぞ。もうマイナス8度やもん、なんか。素晴らしい。これはいいわ。よかった、測って。設営中も開けっぱなしのワンズノーバナシにできるから、やっぱりドッグサイトはいいな。もう最高や。
もうどこも行かへんし、もう最高。はい、ただいま電気工事中。30ワットを2つと10ワットを2個1個、あれ2個、あ、そう、うん、2個持ってきたので、10ワットどこつけようかな。32だったら10分のような気がすんねんけどな。電源はそこ、こんなもんやろ。あっちとこっちと2個が回せるかな。回したら酔う？大丈夫？私が酔う？編集してる間に。ここ一つで二つ通して OK かな。完成。 A スペースになったんじゃない。テントはしょぼいけど外は豪華でいいと思う。よっ、ハンモックアリーナ、外テーブルアリーナ、いい感じかな。テントしょぼ。なかなか冷蔵庫付きやからね。今日は電源サイトがあると楽だね。ビスがずっとあそこに行ってるけど。それではお部屋の中案内って言ってもな、むっちゃ狭いからな。これこんだけ、こんだけしかないからな。これでワンズと共同生活やからな。外があるからいいねんけどな今日は。よいしょ、こんな感じで DVD が見れるように。ライアーゲームの続き見ないと、この間見てたから。で正面から、いやなかなかこのスペース気に入ったんやけどな。狭いなりになんとか綺麗に立っとりますせ。それでいつもはこのいつものナタ、村国のナタを使ってるんですけど、これね、このナタを使ってるんですけど、ちょっと本気のやつを買ってみた。テオのこれちょっと試したい。メイドインジャパン。どうこれ、さあどんだけの切れ味があるか試したいな。これあとはモーラナイフ。よし、ちょっとやっていきます。やっていくかな。これやっぱりこっちの方が全然楽。ほい、一ケース割ったら結構な量になりましたな。これだけありゃ十分でしょ。もう一ケースはだからあるんだけど、どうしようかね。このまま持って帰りたいな。でもはい、それではちょっとお風呂に行きたいと思います。待ってなさいよあんたたちは。キャンプで風呂ってありえへん。いつも絶対ないもんな、閉じ込められへんから。よし、これやったらまあ間違いないわ。外に出ることないし。さあお風呂に行ってきます。って言ってもシャワーですけどね。
でも全然ないよりはるかにマシ。シャワーに入れるんやで、もう嬉しいってたまらんわ。こっちにあるね、去年も一回来てるから知ってるんだーい。入りたいと思います。湯の量も完璧、常設にシャンプーとボディーソープついてるの、それも OK、 なかなか良かったよ。シャワー最高やったね、めっちゃ気持ちよかった。あー幸せー、この扇風機で十分や。あー気持ちいい。あもうちょっとしたらご飯の用意していきます。そろそろお腹が空いてきたのでご飯の用意をしたいと思います。すげえ、冷凍庫にしてたら凍ってもうたわすごい威力やな、カキンコキンになってしまった。でマイナス15度で保存してたらすげえな、これおもろいわ。マイナス13度一回開けたからね。はい、それでは今日のレシピはゆるキャンの最後のレシピ、トマトすき焼き、トマトすき焼きなるものを作ってみようかなと思います。美味しいんかね、もう絶賛してたけどな、葵ちゃんがみんな絶賛してたけどな。さあどんなことになりましょうか。ごぼう、しらたき、えのき、ねぎ、水菜、しいたけ、トマト、トマト、で、玉ねぎは後で切ります。ちっちゃい新玉やからな、どうやかな。だいたいこんなもんじゃ、1人前って。ちょっとずつ全部余るけど、全部入れたら気に切れへんもんな。あとお肉はな、あとや1人前。バジル、パセリじゃない、バジル、バジルと、オリーブオイル、オリーブオイルと醤油、オリーブオイルと醤油と、砂糖、これは酒、こっちがみりん、酒とみりん、それと、お砂糖、砂糖だけ持ってきたよ、ちゃんとお砂糖。そろそろ凍ってきたので火加減見ながら料理していきたいと思います。これぐらいかな。めっちゃ美味しそうやねんけど、ちょっと蓋を見てみる。トマトすき焼き、どんな味すんやろな、これ。いや美味しそう。美味しそう。いやうまそうやな、減ったわマジで。ご飯食べるよ、どんな感じやろね。うわうまそう。はい、それではいただきたいと思います。うわ美味しそうだな。うわめっちゃうまそう。
白滝。うん、熱っ。椎茸。確かにこのトマトの酸味が絶妙やね。これ何やろ。トマトすき焼き梅。初めて食べたけど、もっとトマト食べてみようか。洋風、ほんま洋風すき焼きって感じやで。いただきます。うまいな。いやー食べ過ぎましたな。完食ごちそうさまでした。なんやけど一人前の量超えてる。しょうがないなこういうのするのは。もう何にもしたくないな。とりあえず洗い物だけはしてちょっと休憩します。はい、それではまったり焚き火タイム。おお、すげえすげえ燃え上がってきた。燃えろよ燃えろよ。すげえすげえ気持ちいいね。